ゃあ、それよしぐです。本日の動画はクロムのユニコーンっすね。もう最近このキャラめちゃめちゃ流行っとる。令和のトレンドユニコーンっすよ、今マジで。まあ、そんな感じでね、コテでもかなり当たるキャラなんですけど、やっぱね、抵抗してる身としては、もう本当に対面したくないね、ユニコーンは。まあ、特に NTD だね、マジで。なんかこう NTD まで体力調整完璧だったんだけど、なんかマグナム3射もらって体力調整崩れちゃうみたいな。マグナム3射多分180、90くらいなのかな、多分。やっぱね、抵抗やってる人分かると思うんだけど、あの3射マジでいて、あれだけでなんかこう相方から、よしこさん体力調整大丈夫みたいに言われるんですよ。やめてください、小団子さん。無理難題です。で、まあ、中でもね、やっててすげえ理不尽だなって思うのが、NTD 覚醒っすね。あの、M 覚醒のね、マグナム連射飛んできた時のね、理不尽感が、なんかこう、マキオンの朝バス覚醒、アサルトバスター覚醒思い出すなっていうぐらい、なんかこう、抵抗でこれどうするんすかみたいなことが多くて、やっぱそういった意味でもね、ほんとユニコーン前回の調整、マジでいい調整受けてんだなって、改めて思いました。あとはやっぱ、自分で使ってて思ったけど、まあ今回2回目なんですけど、まあ、情報来てから使うのが、やっぱすごい使い勝手いいっすね。ほんとに、めちゃめちゃ使いやすいキャラになったと思います。さあ、通り回していきましょう。さあ、M 角マグナムで、これも相手の武装の発生前にもうとりあえずマグナムでキスしていきます。こんな感じでね、なんか、相手の両方になんかマグナムでバンバンバーンみたいな、そういう展開ね、すごい多い。うん。ちなみに、暁のピョンカでも逃げれないこと多いっすね。まあ、ピョンカで逃げれねえってなったら普通のキャラもっときついと思うんだよな、多分。さあ、といった感じで完全に荒らし終わったんで、また逃げていきましょう。ユニコーンね、やっぱ、結構生地もね、あの、アシスト2体出てくるとか、まあ、あとはね、前、だからその、マキオンとかと違ってね、ふわふわしないとか、そういった意味合いでね、結構、自衛しやすい。なんか、こう、相手の NTD、相手が NTD 怖がって、生地取りに行かなきゃって時に当たる武装がすごい多いですね。横サブとかもそうだし。はい、といった感じの1試合目でした。ユニコーンの覚醒って結構どれも面白くて、ナガちゃんとかやってたあのね、S 覚醒でマグナム5連射みたいなの面白いし、あとは俺が前回やったやつあの F 覚醒でさ、あの暗黒返しみたいな、あれも面白かったし、結構、どの覚醒選んでも面白いのは結構いいっすね。まあやっぱでも一番実践的なのは多分やっぱ M なのかなと思います。M 覚醒ね、なんかユニコーンが、通常時、まあ、NTD が溜まってない時に相手の覚醒ぶつかって、で、受けで覚醒吐きますよみたいな。そういう展開の時にやっぱね、M は一番安全に逃げれるし、まあ、あとはやっぱ、このキャラもともとマグナム2連射あるから、そういった意味でも M が一番噛み合ってる気がする。てか、やっててパワーがすごかったね、本当に。さあ、といったんで、じゃあ2試合目見ていきましょう。対戦がマックスターとフリーダムの編成ですね。さあ、相方フルグランサということで、このキャラね、ちょっと次元強化ってなって相方負担がすごいんだよな。まあ、そういった意味でも、ちょっとこれ、相手の覚醒がね、フルグランサ側にぶつかったら下がろうかなって思います。さあ、ここフルグランサーに当たっちゃったんで、ここは距離取っていきましょう。ゲロビかわしつつ、目の前から何かが来ている気がする。もうあれ見るとね、俺、あのね、頭痛くなっちゃうんですよ。あの、どっかのおじさんの顔がブワーって頭の中に広がってくるんで。さあ、といった感じで、まあ、とりあえずね、マックスターの そろそろ落としていきたい。どんな入力したら今の軌道になるんだよ、ガトリング。さあ、とりあえず、一回相手のね、マックスター落とすことができたんで、あ、このね、今のタップ値っつうのかな、これ。まあこれあのメイン連射系のキャラ、俺ゼータとか使ってたからね、ちょっとこれやってたんですけど、タップ値結構ユニコーン強いんでおすすめです。まあこのメインを遅らせて打つっていう感じですかね。これやると相手がなんかね、こう原理はうまく説明できねえんだけど、避けにくいんすわ、とにかく。さあ、リゼルが強い。何をしている。今のね、届くと思ったんですけど、微妙に届かなかったっすね。最低の弾はしっかり避けつつ、580で覚醒溜まりそうなのは偉い、非常に偉い。さあ、ただちょっと相方負担がすごいんで、どっかで刺さり出ていきたい気持ちはある。さあ、ちょっと誤差とかいろいろ噛み合わずではあるが、覚醒はたまりそうですね。めちゃめちゃ噛み合わねえと思ったけど、まあこれで覚醒と思ったんだよな。さあ、ここは NTD 入っていきましょう。さあ、一度マックスターの方を動かさせて、これマックスター受けに覚醒使わせたいんで、さあここで吐かせることができたんで、もうガン無視で、これ見てて、この詰め方、この詰め方はね、反則ですよ。これでね、マグナムね、爆速発生で2連射できちゃうのはさすがに強えなってやっぱ思いますね。まあでもなんかこれ次元強化だからね、俺はすごい許せる、これ。ああ、NTD 強えなみたいな。あとはまあ単純に NTD が強えってのはすごい、なんかゲームやってて健全な気がする。どうなんだわかんないけど。さあ、といった感じで、ここ覚醒もう一回溜まりそうだなと思った場面で、ラストは相方がやりきってくれましたね。相手単純の2試合目でした。やっぱね、NTD マグナム爽快感、NTD 覚醒の M 角マグナム爽快感がね、すごいっすね。マジで。じゃあ3試合目見ていきましょう。
ユニコーン P リーグの採用結構あるんすかね。なんか俺の知り合いで2人ぐらいが、あーユニコーンちょっとありっすかねみたいな、俺ユニコーン確定みたいななんか人がいたんで、もしかしたらその人たちが上がったら本戦でも見れるかもしんないっすね。まあただユニコーンも強くなった時期が結構やっぱり PDF の日程と近めなんで、そこら辺でまあ元々乗ってたキャラとまあ新しいキャラねピックするかってのは難しいところではあります。まあただこのキャラ、羽とユニコーン、あ、じゃあ羽とターン A か、あそこら辺になんか開幕、ワンワン、今からそっち行きますよみたいな、やられちゃうと、ちょっとね、まあ、生地自衛、今までよりはしやすいとは言っても、ちょっときつい部分あると思うんで、まあそこら辺どうなるかっていうのはあるんですけど、大会だとね、やっぱそういうのちょっと薄いんですよ、そういう要素って。大会ってやっぱみんな結構、開幕、様子見ながらね、ゆっくりやりたいっていうのがあるから、次元強化割と回しやすいんですよね。まあ、オーベランとかはすごいいい例なんですけど、まあだからそう言ってみればどうなんだろう。でも3000の次元強化ってのってさすがにみんな詰めていくのかな。はい、まあといったんでじゃあ、3試合目見ていきましょう。対戦相手が、戦国アストレーとバリアントサーフェイスの編成ですね。昨夜幕相手の生地しっかりね倒しきることできて、割と、戦況的には有利ですね。さあ覚醒は溜まりそうな状況ですが、とりあえず S 覚醒の方をいなしていきたい。相方の方にぶつかってるんですけど、相方のギスさばき方うまいですね。これシャッフルなんですけどめちゃめちゃうまい。さあこれとりあえず NTD 投資に行きたい。覚醒もあるんでここは勢いでいっちゃいましょう。さあこれね絶対当たると思ったんですけど、ちゃんと盾入れてきた挙句フィンガー選択されちゃって、これうまくいなされましたね。さあ相方も引っ張られてるんですけど、もうめちゃめちゃ通り魔ほんとすごいよねこれマジで。さあといったので、なんか一気に、400、500ぐらいダメージ取ることできましたね。さあそのままここはバリアントの方にキレッキレのステビリをしていったんですけど、そこからどうするかと思ったら、ガトリングね、俺結構昔から信用しちゃうんですよね、この射撃チャージ。相手ターンでの3試合目でした。ちなみになんかこれ、なんだっけ、昔、今あるのかわかんないけど、タゲ替えすると銃口がバグるみたいな話をね、聞いたことあるんですけど、実践したことはないです。じゃあラスト見ていきましょう。はい、本日ラスト見ていきましょう。対戦相手が P とジャスティスの編成ですね。なんか P もまた戻ってきた気がする。ちょいちょい見かけます。なんか久々に全方位レーザー食らうと、あ、そんな広かったんすねーってなることありますね。さあ、開幕、マグナムからのバズーカでダウン取りつつ、てかこのキャラ680もあったんだ。なんか680組結構優秀だね。なんか忍者とかもそうだけど。さあここはアシスト当たるかと思ったらこれは当たらず、マグナムタップ中で動かしていくんですけど、これはうまくさばかれてしまった。さあガトリングとかもいろいろ使いながら、ここは射撃チャージが当たってダウン取れたんで、まあ張り付いてもいいんだけど、まあちょっと全方位レーザー豪かったんで、ここは無難に抵抗のジャスティス狙っていく感じですかね。さあメイメイシタカグ、そして亡霊に暗黒に返そうとしたんですけど、 P が近寄ってましたと。さあ隣がねジョニーザクって、コタンガのジョニーザクということで死ぬほど信用ならないんで、もうここは早めに下がっていきます。私は保険をかけていきます。さあマグナムね、これ強気にちょっと打っていきたかったっすね。今んとこ長ちゃんのかな、3連射ちゃんと入れるのがね、なんか俺怖がっちゃうんすよねこういうの。さあ横サブが強いがカスヒットなんで、まあ全然安いでしょう。さあ P をリズルがなんか勝手に落としてくれてるんで、ここはちょっと生地ですけど、じゃあ追い詰めていきましょう。 NTD も溜まったんで、さあ相方がまあとりあえず先落ちしていったんでまあいいでしょう、許しましょう、大丈夫です。さあサブとか当たっちゃったんですけど、ここは覚醒溜まったんで、これはジャにぶつけていきましょう。相手のこういう完成上昇に対してやっぱこの M 角強いですね。なんかふわーっていってドカーンってぶつけられるんで、すっごいなんかガバガバ。さあちょっと覚醒技入れたはいいんですけど、ダメもらっちゃったが、ここは BD 角当たると思わなかったんですけど、やっぱねこれなんか追撃猶予結構長いのいいっすね、 BD 角。さあそこからしっかり下がコンボ決めていきつつ、なんか隣にジャスティス任せてもなんかやばそうだなって感じしたんで、ここは2人で追っていきますと思ったら、まさかの振り返しをもらってしまった。さあ、ピセルの覚醒も飛んできて、ここは前サブで落とされてしまったが、決めてくれましたね。なんだかんだやるじゃない。はい、といった感じで今回ユニコーンの動画でした。いかがだったでしょうか。対面するとね、すごいんだよ、これ。で、使って改めて思った。ただまあこれ、次元強化だからいい。次元強化だから全然許せる。なんかユニコーンが環境に上がるのは俺全然いいかなって思います。じゃあ逃げ行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、ユニコーン。なんかマグナムの発生が通常時も同じとかだったらダメだったかなって思うんですけど、まあ、NTD やしな。うん、NTD は強い方がいいよ。なんか、弱かった時のユニコーンってなんか NTD になっても、まあ、NTD が、まあ、ええわ、攻めたろみたいな。そんな感じだったんですけど、やっぱ最近は、やべえ、NTD ら逃げろみたいな。とりあえず NTD、とりあえず一回しのごうみたいな。そんな感じになるんで、やっぱ次元強化ってやっぱこういうのないとダメよな。なんか圧ないとダメだよなってのは使ってて、やっぱ思いましたね。はい、って感じでユニコーンでした。次回の動画も楽しみに。バイバイ。